清高ライト丸はかつて南洋海運が運航していた下脚船である。名前の由来はマレーシアのジョホールから、インドネシアから鉄鉱石を輸入していた石原産業は1931年に日本インドネシア間の定期航路事業への参入を決定した。これは大工事に空船であった自社船を有効活用しようとしたためである。清高ライト丸の就航は 当時の神戸新聞でも何度か取り上げられており、その経済効果に期待が寄せられていたことが伺える。1935年6月25日には、南洋海運が設立され、清高ライト丸は、姉妹船名古屋丸と共に、石原産業海運から移籍した。横浜名古屋大阪神戸文字若松、マカッサルスラバヤスマランチェリーボンマタビア、シンガポールバドババ往復42日。 清田ダカライトマルは開戦後すぐに陸軍に徴用された。徴用後は主に東南アジア方面の輸送を担当したが、1942年3月1日にイギリス空軍機の攻撃によって損傷を受けたため、一旦修理に入った。修理完了後の1942年5月、清田ダカライトマルは兵士や軍馬を満載して、関東を出港し、ラバウル経由で、 ガダルカナル島に向かった。しかし、バシー海峡を通過中に台風に遭遇し、この影響で清高ライトマルの航海に大幅な遅れが出た。そのため陸軍は清高ライトマルのガダルカナル域を中止し、ラバウルで全ての物資を揚陸させた。1942年12月、清高ライトマルにニューギニア本土への輸送作戦参加が命じられた。 作戦実行まで時間があったため、清高ライト丸は海軍航空隊の物資をニューアイルランド島のカビ園まで輸送することになり、護衛の駆逐艦とともにラバウルを出港した。しかし、12月11日朝にセントジョージ岬沖で米潜水艦シードラゴンによる魚雷攻撃を受け、清高ライト丸は航行不能となった。護衛の駆逐艦が 潜水艦を追い払ったために清高ライト丸は沈没を免れることができたが、そのまま駆逐艦に栄光されて、ラバウル高校に座礁させたまま放置されることとなった。座礁した清高ライト丸は居住区や戦争には異常がなかったが、右舷中央部に大穴が開き、機関室の損傷が甚大であった。さらに、乗組員たちを悩ませたのは発電機の故障であり、 三ヶ月後に他の輸送船からパラフィンを譲ってもらうまで乗組員たちは暗闇の中での生活を余儀なくされた。このような状況でありながら乗組員たちは清田からい止まるを見捨てずに空襲の感激を塗って船体と機関の修理を開始した。乗組員たちの食料は現地の司令部から米、味噌、醤油などの最低限なものは支給されていたが 生鮮野菜が不足しがちであった。そのため、乗組員のほとんどに、か気の症状が出始めたが、やがて司令部から、大根、白菜、人参などの種が支給された。これを受けて、乗組員たちは、修理班と農耕班に分かれて、作業をすることを決め、修理班が船体と機関の修理をする傍ら、農耕班は、付近のジャングルを切り開いて畑を作り、 生鮮野菜を提供した。そしてこの間、清田かイトマルの船体について処分を決めかねていた陸軍当局であったが、修理が順調に行われていることを知ってからは乗組員たちに資材などを提供し、積極的に修理に協力した。修理の買い合って、清田かイトマルの機関が再び指導するのは1943年8月のことであった。 清田ライトマルはそれからさらに2ヶ月かけて修理を行った結果、片肺運転ながら動けるようになり、日本に帰還すべくラバウルを出港するのは10月20日、夕方のことであった、清田ライトマルはガダルカナル島の戦死者の遺骨3000柱を積み、最初の気候地パラを目指した。この時清高ライトマルが加わっていた、お礼レロック戦団は、清高ライトマル以外に、天南丸、 小津川丸、文山丸、火山丸、三春丸からなる5隻の輸送船と護衛の22号と24号、苦戦艇2隻で編成されていた。乗組員たちは、ラバウルを出港後、潜水艦や飛行機に対する見張りを厳にし、中でも機関員たちは、応急修理箇所から海水が絶え間なく侵入してきたため、排水ポンプを一水もせずに見守っていた。 1943年10月23日午後8時30分、船団はマヌス島沖北北,北西約 450km の地点に差し掛かっていたが、この地点で船団はアメリカの潜水艦シルバーサイズから捕捉された。まず22時47分に天南丸がシルバーサイズの魚雷を2本受けて沈没し、その後すぐに 火山丸と清高ライト丸にもシルバーサイズの魚雷が命中した。清高ライト丸が受けた魚雷は一発だけであったが、84名の戦死者を出し、さらに光なりした位置が前回の場所と同じであったために、期間は完全に停止、航行不能となった。そのため、生存者の対戦が完了した後の10月24日、早朝、清高ライト丸は、 第24号区選定の砲撃により処分された。ありがとうございます。